まずは吉田さん、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ルールクリンク24時間レース、そうですね、ついについにね、やりましたよね。やりましたよ、念願の優勝。今回この S206、 はい、ニュルブルクリンクパッケージっていうね、名前がついたじゃないですか。本当に嬉しいですよね。なんか、ね、みんなとやっぱり共有するためにある意味プロジェクトも始まってるんで、はい、でそういうものがちゃんとお客さんのね、手元にこういう風に行ける車を、うん、STI さんが作ってくれたっていうね、非常に嬉しいですよね。やっぱ、ね、ビルシュタインのサスペンションがついてたり、はい、BBS のホイールが入ってたりとかですね、はい、で、まあ、さすがにね、スリックタイヤは履けないんで、うんうん、まあそうですよね、パイロットスーパースポーツっていうものを履いてるんですけど、はい、まあこれがまたいい味を出してる、出してます ね。実際のレースでも吉田さんドライバー で、はい、で監督辰巳さんやられて、はい、でこの車は辰巳さんがまたそうです、ね、チューニングしたわけですよね、はい、やっぱこう監督の作った車だなっていう感じがするわけですか。いやもう本当にそのものですね。なんかね、はあ、なんかやっぱ車を知ってるからこそ、うん、こういう楽しい車っていうか、はい、なんかハンドル握りたいなって思えるような車を作るうまさっていうのはやっぱ監督持ってるんですよ。なるほどね。本当に乗っててもこう嫌感のない乗り心地だったりとか、うん、だけども運転してる人は切ったら切ったぐらいこうフロントが操舵してビューッと入ってって、はいはいはい、でそれにリアが普通はついてこなかったりとかして、はい、あ危なさを感じるんだけど、うん、全然ドシッとしてくれてるんで、そうですね、安心感があるとありますよね。それはもうやっぱりレーシングカーもやっぱり共通、今年のやつはね、そうなんですよ、はいはいはい、だからなんかこう踏めたっていう部分があるんで、はいはいはい、去年よりもラップタイムでも、うん、15秒ぐらい早いんですよ。あ、そんなに早いんですか。そうなんですよ。だからそのぐらいドライバーはある意味余裕を持って走っても、そのぐらいタイムが違うっていう。ははー、なるほどね。本質的な、だから車の安定感とかですね、うん、操縦安定性っていうか、うんうん、がないとやっぱりそういう風にならないですよね。ならないですよね。そのやっぱりニュルブルクリンクを戦ったレーシングカーのエッセンスみたいなものがかなりこう凝縮されてるっていうイメージでいいんですよね、はい、もうその通りですね。はあ、なんか安心感がね、このぐらい、はい、結構車速が乗ってても、本当に安心できるんですよね。いや僕も今ね隣乗っててすごいなと思って、かなり速度が出てるのに、非常になんかこう滑らかな感じがして、速さとだから上質さが、こう両方持ってる感じがありますよね。エンジンも本当にやっぱりこの専用のエンジンになって、やっぱりレスポンスとかも、うん、トルク感とかも気持ちいいですよね。もう一つ上のギアでも十分なんかこう、はい、普通に走ってくれるっていうか、吹き上がって、ね、立ち上がってくれるんでね、乗ってる人たちも結構楽だと思うんですけどね、うん、今も3速で、ね、ほとんどカバーできてしまうフレキシビリティがありますもんね、うん、しかも乗ってみるとやっぱりその本物じゃなきゃできない、うん、この味がなんか出ないなっていうのがありますよね。 それが出てるから、本当にだからこれは価値ある車だなっていう、しかもオーナーになられた方は間接的にやっぱりその そうなんですよ、 SPI の活動とか予想の活動をサポートしてることでもあるわけですよね。